ブラウンフェルスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院占領制管区のラーンディル郡の市である。本市は、ルフトクアオルトである。ブラウンフェルスは、13世紀から、ゾルムス博の居城であった上官で有名である。ブラウンフェルス市は、ヒンタータウンストーブの高度、約240メートルに位置している。ラーンタールの南2キロメートル、群庁所在地ベッツラーの西10キロメートルにあたる。 年間降水量は752ミ、mm、リメートルである。この降水量はドイツでは中間的な値である。ドイツの全速攻所の52%がこれより少ない降水量を観測している。最も乾燥する月は2月、最も降水が多い月は12月である。12月には2月の約1.5倍の降水がある。降水量の変動は小さく1年と通じて、 ほぼ均等に雨が降る。これよりも、降水量の変動が少ない速攻所は、全速攻所の約3%だけである。ブラウンフェルスは、北西はロイン、北はゾルムス、東はシェフフェングルンと南東はバルトゾルムス、南はバイルミュンスター、西はバイルブルク及びレンベルクと境を接している。ブラウンフェルスの縮図、ブラウンフェルス市は、 6つの区で構成されている。中核区のほか、北西にティーフェンバッハ、南東にボンバーデム及びノイキルヒエン、南にフィリップシュタイン及びアルテンキルヒエンが位置している。文書中ブラウンフェルスは以下のように表記されている。ブラウンフェルス市及びブラウンフェルス城は1246年に初めて文献に記録されている。オリジナルの文書では、 疑問の余地があるもののおそらく1245年の期日もこの町を示すものである。13世紀にナッサウハクのトルッツブルク城に対する防御の砦として建設されたブラウンフェルス城は1260年頃からゾルムス・ブラウンフェルス家の居城となった。1384年にライン都市同盟によってゾルムス城が破壊されて以後、 ブラウンフェルス城がゾルムス博の新たな居城となった。750年以上に及ぶ歴史の中で、かつての城塞は何度も改築がなされた。市の紋章には、ゾルムス期の紋章動物である青と金で彩色された、直立した獅子が描かれている。城の麓では、13世紀から14世紀に3つの谷の定住地が建設され、主城を守るための前城のような役割として、 統合され、堅固な防衛施設が築かれた。南の谷と前谷は、慈壁の中、北と東の後谷は、壁の外であった。1655年のマテウス・メイリアンの同伴画に描かれた、ブラウンフェルス上宗教改革から30年戦争、ブラウンフェルスは1607年から都市圏を有している。30年戦争で、ブラウンフェルスは5海敵軍に占領された。 住民数は飢餓とペストによって50%近く減少した。ラーンディル地方全域がそうであるようにブラウンフェルスでは最後まで宗教改革が貫かれた。30年戦争から18世紀末まで1679年に火災が都市の大部分を壊滅させ、火の手は城塞から建て替えられたバロック様式の城管にまで及んだ。城管はその後、 残った建物を利用して再建され、拡張された。都市は、市壁の前に、現在も、定期的に開かれる丸くと広場とそれを囲む、道路群が整備された。数多くの木組建築が17世紀末から18世紀にかけて再建された。18世紀に上官が、河野宮殿に改築されたことは都市に利益をもたらした。寸布トが形成され、経済的な発展が起こった。 19世紀から第一次世界大戦1803年の帝国代表者会議主要決議は、ゾルムス港の両方独立性を奪った。その両方は、ナッサウコー公国領となり、さらに1815年のウィーン会議によって、プロイセン王国領となった。1848年の3月革命では、3月18日に、数千人の周辺村落から革命に同調した。 住民たちがブラウンフェルスに押し寄せたが、4月15日に、プロイセン軍の助けにより鎮圧された。ブラウンフェルスとエイリングスハウゼンの裁判所は4月26日に、戦争裁判を催し、ベッツラー軍の軍長ケスラーは5月6日に、ブラウンフェルスの管理を引き受けた。ブラウンフェルス領内では19世紀から20世紀、前半に集中的に鉄鉱石の採掘が行われた。 1879年1月27日に、ブラウンフェルス消防団が結成された。続いて、バイルブルクとオーバー・ティーフェンバッハに、消防団が創設され、ビースバーデン県消防同盟内に、オーバー・ラーン消火管区が設けられた。1890年8月3日に、オーバー・ティーフェンバッハで、第1回同盟祭が開催された。19世紀中頃、ブラウンフェルスは、 クアシュタットとなった。牛乳療法施設とクナイプ式浴場が設立されて、以後徐々に現在も残る温泉施設が設けられていった。バイマル共和制と国家社会主義20世紀前半にブラウンフェルスは国際的な国際的政治的発展の問題を抱えていた。バイマル共和制下のインフレーションと失業率の増加、国家社会主義者による 宣伝職の濃厚な防衛的雇用プログラム、第二次世界大戦中の疎開者や被爆者家族の仮設宿泊所への収容などである。第二次世界大戦終戦以後1950年以後、戦後復興が始まった。市は1946年には戦後の混乱で開催できなかった700年祭を1957年に挙行した。 1961年にルフトクアオルトとなった。1960年代から1970年代に新たなインフラ設備、住宅地、スポーツ施設が建設された。ブラウンフェルス氏はヨーロッパ統合構想についての卓越した貢献によって1981年にヨーロッパ賞を受賞した。さらにネイチャーズ・フ・ツーンとファミリアン・フレインドリッチ・キーットという称号も 与えられた。750年祭の2年前に当たる1994年から、全国的な観光の目玉にすべく、中世風の祝祭演劇、スペクタクルムが開催されている。ヘッセン州の地域再編に伴って、1971年12月31日に、ブラウンフェルス市とボンバーデン、ノイキルヒエン、ティー・フェンバッハが合併して新たなブラウンフェルス市が、形成された。 1974年7月1日、フィリップ・シュタインとアルテン・キルヒエンがオーバー・ラーン軍廃止に伴って本市に合併した。ブラウンフェルスが属した両方及び行政機構を以下に列記する。ブラウンフェルスの市議会は37議席からなる。2018年10月28日の市長選挙でクリスティアン・ブライテッカーが61.2%の 今日を獲得して市長に選出された。図柄金字と青字に上下に分割。赤い爪と舌で威嚇する獅子が地色と逆の色で描かれている。1937年8月10日にヘッセンナッサウ、州長官によって認可された。この紋章はフィリップ本ヘッセンの個人的なデザインに基づいて、ゾルムス効果の紋章を継承した上で、に分割して、 配色を改変したものである。ゾルムス家の城塞による、日ご家でこの集落は成立し、1607年にゾルムス博に自治権を与えられ、その主張は、現在もゾルムスブラウンフェルス公家の所有である。紋章の認可とともに認可された市の旗は、青地と金地に上下に分割されており、旗の青地に、紋章の金地、旗の金地に、 紋章の青字が来るようの紋章が配置されている。ブラウンフェルスは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。姉妹都市のテキサス州ニューブローンフェルズ市はブラウンシュバイクからの移住者によって建設された。オースティンとサンアントニオとの間に位置するこの小都市はドイツにルーツを持つ観光客を引きつけており、現在ドイツ語を使える店舗やレストランが営業している。 大規模なレジャーアークアパーク、レストラン、本物のオクトーバーフェストなどがドイツからの訪問客に教習を呼び起こしている。ブラウンフェルス上マルクト広場 FSV ブラウンフェルスは2009-2010年シーズンにサッカーフェアバントリーガミッテでプレーした。トゥース・フィリップ・シュタインは2006年からサッカークライス・リーガ B ・ベッツラー南に参加している。 ルフトシュポルトゲマインシャフトブラウンヘルス EV は、市の北部に飛行場を有しており、グライダー、スーパーライトプレーン、モーターグライダーを飛ばしている。中世風の騎馬地合、シュペクタクルムが1994年から2年ごとの夏の週末に開催される。このイベントは、地元のアクティオンスリングブラウンヘルス EV が主催し、2007年に第8回が行われた。計画された。 格闘戦、マジシャンやアクロバットのパフォーマンス、見世物、大道芸人、歴史装束のパレードが2日間多くの観光客に披露される。これによって、クワパルク全体が大きな騎種のキャンプとなる。ブラウンフェルスは、ラーアンディル地域の工学産業の中心地であった。1846年に、カール・キルナーが、港の製鉄所管理人を務めた父親の家の工場に、 工学研究所の母体を設けた。1848年から1849年に、ブラウンフェルスのモーリッツ・ヘンゾルトと短い間では、あるが共同作業を行った。1849年、彼は最終的に、ベッツラーに移り、オプティシェス・インスティトートを設立した。この研究所からライツ社が設立された。ゾルムス・ブラウンフェルス校、フェルディナントの援助を受けて、 ケルナーのいとこで、後継者のルイ・エンゲルベルトは、モーリッツ・ヘンゾルトと、共同で、顕微鏡の工場を設立した。この工場は1865年に、交通の便が良いベッツラーに移転した。これにより、ブラウンフェルスの工学産業の歴史は幕を閉じた。旧ブラウンフェルス・オーベルンドルフ駅1985年まで、オーベルンドルフ地区に、ゾルムスバッハタール鉄道の駅があった。 現在は、ラーンタール鉄道のロイン、ブラウンフェルス駅が、最寄りの駅である。最寄りの広域道路である、連邦道 B49 号線もロインを通っている。ありがとうございます。